こんばんは。地蔵百裂拳あたたたたのパンクです。今日はね、ちょっと風邪ひいてて具合悪いです。それなんでダラダラ行かせてもらいたいと思います。動画行く前に剛力の偽ツイッターいたじゃないですか。あれ逮捕状来ましたね。ファンクは思うんだけど、体張りすぎ。あれ名誉毀損かなんかだよね。タレントがさ、こんなことぐらいでさ、イメージ悪くしちゃうじゃない。やらしてあげればよかったじゃない。東京ガールズコレクションでさ、うんこしてめちゃくちゃしてやりたいとかっていう書き込みが力になりすまして、あれすごい受けたんだけど、アカウント消えちゃったけど、あのプロフィール秘書女って書いてあったんだけどさ、あれ本物も秘書女にしてほしいな。あ、受けたわ。ここからちょっと真剣になります。今日は東京都内で最も恐ろしいと呼ばれてるあの場所へ行ってきました。そうです、都内で最も恐ろしいスポットです。ネタとか振りとか思った方は多いかと思いますが、今日のはあかんやつです。この場所は平将門の首塚です。噂は聞いてましたが、背筋はやっぱり凍りますね。平将門の乱で藤原秀里と平定盛によって討ち取られてしまい、首がここに埋められました。この事件は武士階級が起こした初めてのクーデターと言われています。ここですごい怖いと思ったことが2つあったのよ。まずは先に何かお祈りしてる人がいたんだけど、だからそんなところを撮影するとさ、祈願してる人に悪いじゃない。だからちょっと離れたところで見守ってたんだけど、なかなか終わらないのよ。でもずっと目をつぶって何かお祈りしてんだけど、結局30分以上待ったからね。それだけ真剣にお祈りされる存在っていうわけでしょ。めちゃくちゃ怖くなっちゃったわ。さらに怖くなっちゃったわ。もう一つ怖いのは、案内板に書かれてることが怖いのよ。音量とかさ、首が飛んでったとかさ、怖すぎるわ。トイレ夜中行けないよ。周りはさ、オフィス街だからビルだらけなのよ。噂通り、窓も閉まってて、カーテンも閉められてたんだよね。背を向けない状態にしてるっていう、なんかそういう話を聞いてたんだけど、本当だったね。墨田区のみりん堂という和菓子屋さんに、濡れソフトっていう変わった食べ物が売っています。こういうお店はさ、絶対失敗しないよ。
これがヌルソフトです。名前がちょっとエッチだな。濡れ線と濡れ線の間にソフトクリームが挟んであるんだけど、とても濃厚で美味しいとお店の人が言っていました。まあどんな感じなのか、ジャス食べちゃって。感想は頻尿、いや微妙だったそうです。我らスカイツリー便乗商品撲滅委員会ルミオンドっていう床屋さんがスカイツリーの真下にあります。ここのさ、店主がすごいのよ。スカイツリーみたいなのが出てる変な被り物して東京マラソンとかさ走ってるのよ。まあ、なかなかマジキティなんだけど、ファンクはこういう人大好きだな。かぶってたのはこれらしいよ。すげえ神髄味や徳を感じないのはファンクだけかな。すぐ近くのヤクルトの販売所もなかなかビンちゃってるよ。大企業はさ、スカイツリーにこびてどうすんのよ。座ってどうすんのよ。しかも倒れかかってんじゃん。マクドナルドじゃないんだからさ。マックはもう倒れてる？気象庁の発表があったらしいんだけど、今日のお昼ぐらいに中国から飛んでくる黄砂が、九州北部とか中国地方に飛来するらしいよ。そちらにお住まいの方は気をつけてください。普通のマスクをしてても意味がないって聞くけど、してないよりは全然いいから、まあティッシュ 2,3 枚でもいいんで中に入れてそれでお出かけください。これでアグネスが、日本は教育も電気も黄砂にも恵まれているとか言ったら、居抜きビンタしていい。それではまた明日。バイビーバイビー。